ハンス・チルコフスキは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。チルコフスキは1952年に SC ベストファリア、ヘルネで選手経歴を開始した。1963年にボルシアドルトムントへ移籍すると、1965年の DFB ポカール優勝に貢献し、翌1966年の UEFA。 カップウィナーズカップでは決勝でイングランドのリバプール FC を2-1で下し初優勝に貢献した。この活躍により1965年にドイツ年間最優秀選手賞を受賞した。1967年からはアイントラハとフランクフルトへ移籍し、1969年に現役を引退した。西ドイツ代表としては 1957年4月3日に行われたオランダ戦で代表デビューをした。当時のゼップ・ヘルベルガー監督は若いボルフガング・ハリアンを徴用したため、1962年のワールドカップ・チリ大会では控えとしての参加となった。この大会後に監督がヘルムート・シェーンへ変わると、ワールドカップ・イングランド大会では政治 k の座をつかみ、 同国の準優勝に貢献した。引退後は指導者の道へ進み、1FC ニュルンベルクやベルダーブレーメン、1FC ザールブリュッケンなどで監督を務めた。2020年1月5日、死去した。84歳ボーツ。ありがとうございます。